これはろうそくの枝だ。ろうそくが立つ、ろうが立つ、ろうが立つ。のび、廊下に立ってなさい。無理あるて。宿題忘れたものは廊下にた。あれ、意外と多いな。のび、代表して廊下に立ってなさい。なんかかわいそう。廊下に教室を作るな。もう才能じゃん。廊下もマンネリ化してきたので校庭がいいと思います。変な提案すな。いつも私をおかずにしてるんでしょ。バレた。のび太の受験番号がある。なバカな。声はあんまり静かじゃなかったね。最高。今更だけどのび太さん、ずっと違う罠に入れてるわよ。もう行ってね。前から流れてくるのび太をタイミングよくジャンプして避けるゲーム。これぞクソゲー。脱ぐだけでこんなにギャラもらえるの。いい仕事だな。ぶっちゃけ4次元ポケットがあればドラえもんいらないよね。気づくな。お風呂場に服着てこないで。脱いでいきます。出番はこれだけなのにキャラはのび太さんたちより上なのよね。儲かってまんな。いつからドラえもんを機械ベースだと思い込んでいたのだろう。怖いって。のび、授業中に何をしてた。廊下に立ってました。何、授業をサボって廊下に立つとは何事だ。廊下に立っとれ。無限ループ。これ源、読んでみなさい。ん、どうした、早く読みなさい。はい、アウト。出来すぎが映画出演のため高血なわけないな。無断欠席と。それはそう。ありがとう。本当にありがとう、のびくん。同性婚が認められる道具を出してくれて。私たち絶対幸せになります。引いてやんな。55点だと？反応しづらい。廊下に立っとれ。イチャモンじゃねえか。君はここにいるんだ。すぐに戻ってくる。いやよ、のび太さん。戻ってこないで。感動返せ。3の倍数と3がつく数字の時だけアホになります。あら。そんなことしなくても十分アホよ。おい、ママ。トラミちゃん、それ何？息の根止めるやつ。やめろ。次は右腕だよ、お兄ちゃん。サイコか。のび太さん、そろそろ寝たかしら。サイコか。トラミちゃんが思いのほかわがままボディだった。興奮すな。お尻に鼻を刺して遊んできたら抜けなくなってしまって。ああ、なるほどね。お兄ちゃん、丸見えだよ。目こわ。スネちゃま、新しい顔ざます。元気100倍スネちゃんマン。今がチャンス。やったれ。なんでお前ずっと見てたん。おい、ポンコツ。後輪の位置が鬼畜。痛そう。こんな格好させておいて無事に帰れると思ってるの。笑顔で言うな。やだ、ビート板になった出来すぎさんも素敵。メンヘラか。熱帯魚屋さんの水槽をバンバン叩いて魚を驚かせるのが趣味。おい、クズ。のび太さん大丈夫よ、これを使えば大きくなるわ。どこに使う気だよ。机の下で静香ちゃんのテクが光る。バレバレやて。人体練成失敗して片足持っていかれちゃった。てへじゃねえよ。のび、廊下にと。はいはい。はい、のび太、廊下行き。うざ。なんで0点じゃないんだ。廊下に立っとれ。なんでだよ。失礼ですが、のびくんのお母さんの学歴はどの学校の中卒ですか。いや、めちゃめちゃ失礼。のび、どこを握っておるんだ。喜んでる。のびちゃん、なんなのこの歴史のテスト0点って。あなた、本能寺の変って言うのはね。真面目にやれ。パパが浮気してから様子がおかしい。多分切られる。僕の太ももでタバコ消すのやめてくんない？めっちゃ冷静。当たり前体操って。のび太くん、当たり前のことすらできへんやんか。言ってやんな。ポッケ自由に使えます。おい、ポンコツ。あら。今年もスネ夫の産卵時期ね。な時期ねえよ。廊下が僕を呼んでいる。病気だよ、それ。これ以上痛い目見たくなかったら。ヒロインぶらないことね。怖っ。私とスネ夫さんが入れ替わったのに紛れて、何自分さらけ出してんだよ。ちょっとかわいい。バスできた。帰れ。定期メンテナンスから帰ってきたドラえもんがなんかおかしい。誤差。ドラえもん売れたかな。うんな。どちらのヒロインでゲームを進めますか。もちろんした。ドラえもんの中の何者かと目が合った。バケモンか。変だ。いや、暇かよ。タケコプターじゃなくても飛べるって意味違うて。静香ちゃんはボイパー、スネ夫は当たり前体操で喧嘩を盛り上げる。いや、止めろよ。
もう一台当たれる？うん。殺す気か。動いたらこいつの命はないぞ。やめて、その子から離れて。ほふく前進部、ほふく前進部。どんな部活だよ。映画に出れないやつを見つけた。バカにしてやんな。どうしても映画に出席出すっつうんなら私降りるから。嫌われてる。ごめんな、のび太。今回の映画は出来すぎが主役なんだ。なバカな。出来すぎくん、バイバイ。騙したんかい。映画に出れなかった出来すぎがブツブツ言いながら歩いている。それやめて。ずっとこの体勢で追いかけてくる。顔うざ。ゴールの自宅まであと一歩だったのに。ブラジルからやり直し。つら。はい、これ入浴剤、昨日使い終わっちゃったでしょ。なんで知ってんだよ。少しずつジャイアンになっていく自分に戸惑う静か。終わった。君が存在するせいで僕は太いと犬を間違えるんだよ。人のせいにすな。一の二なんてねえじゃねえか。バカ正直、今回の秘密道具はシャレにならない。死人出るて。あれがサイヤ人か。すげえ木だ。お前サイヤ人？しずかちゃんはなんでエヴァに乗ってるの？シンクロ率高。磁石近づけてみた。怖いって。まさか僕ちゃんがお漏らしするなんて。早くトイレ行け。昨日 J アラート鳴ったけど、ジャイアンの歌声よりは危機感なかったって本人に言ったんだ。そっちは G アラート。生でしちゃった。おめでとう。ドラえもん様、この通りです。タイムマシンを貸してください。過去を変えたい。11歳でパパになりたくないんだ。おいクズ、助けて。ほら、お金で何とかしてみなさいよ。全員最後か。足払いじゃよ。払うな。叩いてかぶってじゃんけんポンで負けたのび太が動かなくなった。悪意しかねえじゃん。うん。もう23分もお風呂に入ってない。もう中毒。廊下が待ち遠しい。おめえもだよ。お前は俺のもの。目怖。2週間ぶりのお通じを見守る。そこですんな。眠れないの？黙って寝ろ。スネ夫、どこだスネ夫。もういじめないから出てこいよ。性格終わってんな。歌ってみたを投稿したが消された。そりゃそう。花火見てるのに親が喧嘩してる。めっちゃ迷惑。勉強してるのよ。優秀な二人目を埋めないか。目の前で言うな。先生、私にも大人の授業してくださいな。何する気だよ。ドラえもん、僕に弟ができるかもね。先生とのかな。こんなところで何泣いてんだい。早く出て行きなさい。つら。